朝廷。朝廷とは、君主政下で、官僚組織を伴った政府及び政権を指す。また、君主が政治執務を行う場所や、建物、町動員、調政と町議を行う平等。中国で、朝廷の語は、前漢の戦国策、朝廷の新幕不可思こ、王、論語共闘大従、その財産病朝廷、弁弁こと、ただ近止。 ワイナンコマキ級手術君、ゼコ朝廷下部、しかも無後、他の壁しかも無双などに見られ、廷の文字の成立からして、朝廷の観念は少なくとも終代まで遡り、中央集権的政治概念としての確立は、始皇帝が中国を統一した信頼となる。来期玉も、朝福井市、朝を打ち朝や、国語路語化、自教以下、豪観色をが朝、合課状内朝、 とあるように、中国では早くも、集大から国家的行事や儀式の場を、外朝もしくは、外邸、王宮で暮らす、人々の生活の場を、内朝もしくは内庭として区別していた。なお、外朝と内庭の双方を行き来できる皇帝の、側近として、虚勢した男子による宦願が設けられた。清朝においては、四金城の内大和殿、中和殿、保和殿を、 外朝三殿、もしくは前殿と称し、関西宮、後大殿、混泥宮は御三宮と称し、前者が外朝、後者が内朝とされていた。日本において、朝廷という言葉が見えるのは、古事期の開花天皇期に、保別君の祖として、次朝廷別王と記されたのが、現存文献で確認できる書室で、日本書記では、主神天皇期、主神天皇を十年、 38年7月期条、文神身根、宇朝廷まで遡って記され、また、朝庭が当てられたものでは、慶光天皇期、慶光天皇51年、121年8月、水の絵根、のり心上朝庭がある。しかし、いずれも、実在自体が疑われる天皇に関するものである。日本初期、陽明天皇期、陽明天皇元年、 586年5月上に、不荒ら朝庭とあるのは実在する場所を推測させる、具体的な記述であるが、水古天皇記で、朝庭、または庭として、たびたび言及され、十七条憲法の管理の出退について説かれた八条に、軍警百両、早朝安泰、管理は早くあさりて、遅く退ぞけとあって、政務を取る場所として、明確な水古天皇の昇魂伝宮が、 発掘調査から実在裏付けられた最古の朝庭である。中国では朝廷と朝庭は同義に用いられ、危機でも混用されているが、中国での時期に広場の意味はないにもかかわらず、日本史学では後に朝道院と総称される政務、儀式を取り行う者群に囲まれた広場を指して特に朝庭と区別して用いる。日本初期、水古天皇記、 水戸天皇16年8月水の絵根城、商島客を朝庭と記された随士、廃聖聖が天皇に内朝の挨拶をしたとされる、昭昆伝宮の朝庭を指して、吉村武彦は、朝庭は、普通は、朝廷の字を使うが、ここは、後の朝道院にあたるスペースの中央広場であるから、朝庭の方が的確であると述べている。また、熊谷君夫は、 左右対称の整然とした配置をとった、朝庭を敷設した宮は、商魂連宮が初めてであった可能性が高いと、している。朝廷で取り行われたのが朝政と朝儀である。朝政は、天皇が早朝に政務を見る、朝、祭りごと,として始まり、後に転じて、朝廷の政務一般を指す、朝政となった。朝儀とは、様々な公の儀式の総称であり、天皇即位儀、 元日朝が、民間、ジョイ、開元の戦勝、告げついた地などの朝拝を中心とする儀式と、設営や外国史への玉物教などの教えを中心とする儀式とがあった。朝道院は、朝政と朝儀が取り行われた朝廷の成長であり、昭昆伝宮の朝庭は住まいである、宮から分離して、朝道院の原型が姿を見せており、朝道を置いて、政務を取る。 丁道政治が開始れたのを水戸天皇地下とするが、その規模が確認されたものでは、情報制により日本史上最初に建設された、都の城とされる藤系、藤原家、藤原宮の長道院が最古である。長道院は、その後平城系、南波系、長岡家、平安系と、とが移っても建設され続けた。平安時代、876年、上岸18年、 1058年、公平元年に消失し、その度に再建されたが1177年、安元三年のもとの大化の後は再建されなかった。代理の消失により、里代理が現れるようになって後、天皇が政務を取る場所は、長道院の有無にかかわらず天皇の私的な住まいであった代理に移り、長儀は主に代理の私神殿で行われることとなった。また、 退位した天皇、上皇が天皇下の当主である資格を持って政務を行う院政も、長道院外で行われたが、これも朝廷に含められる。なお、中国の場合とは異なり、日本では天皇の私的な住まいである代理の七伝語者、皇宮には官岸が置かれず、もっぱら助官によって秩序が維持された。奈良時代以前の古墳時代から、 アスカ時代にかけての機内政権は、主にアスカ近辺の大和地方に宮を置いていたので、大和時代の朝廷という意味合いで、大和朝廷と呼称されてきた。しかし、大和地方は、古墳時代当時は、はもしくは、大和のと表記され、大和の表記が、後のものであることと、1970年以降、古墳時代の政治組織に関わる、研究の進展から、朝廷の語源である、 君主成果で官僚組織を伴った政府及び政権というよりも古墳時代に関しては大和政権または大和王権と呼ばれることが多くなっており大和朝廷の表記は少なくなっているこのことについて関和彦は朝廷は天皇の政治の場であり四世紀五世紀の政権を大和朝廷と呼ぶことは不適切であると主張し鬼頭生命もまた 一般向けの書物の中で、祝いの乱当時の近畿には、複数の王朝が並立することも考えられ、また、プレツ朝以前は、天皇下の直接的祖先にあたる大和朝廷と無関係の場合も考えられるとして、大朝廷の後は、形太天皇以後に限って用いるべきと説明している。また中国側の史書である、随書六百年上の記述では、日本が夜に政治。 祭りごととをを行っていることを説明し、中国皇帝が合理的でないとし、改めるように指示したことが述べられており、中国と国交を結ぶ必要性と律令性導入のため、日本側も中国式である、朝に政治を行うスタイルに変化している。内容としては、日本側は日本には独自の思想と文化があると主張したが、中国側はこれを否定したため、以後、 中国文化に合わせたことになる。つまり、古墳時代の日本は、朝廷イコール朝に政治をする体制ではなかった。人心の乱の際、大甘王子を中心とするアスカ朝廷と、大友美子、公文天皇を中心とする大海朝廷とが対立した。この内乱では、アスカ朝廷側が勝利し、大甘王子は、天武天皇として即位した。また、剣武の申請の後、 朝廷は後代醐天皇を奉じる大覚寺等の南朝、吉野朝廷と寺明院等に属する孔明天皇を要して京都に所在した北朝とに分かれて対立した。ここでは朝廷が二つに分立したことからこの時代を南北朝時代と呼んでいる。さらに、クスコの変における佐賀天皇と平城上皇の関係、また自称、の乱末期における 安徳天皇と言葉天皇の関係など、一君番民を建て前とする朝廷からすれば、異例の事態と言える。律令体制下の日本の地方制度は五期七道と、称される。七道のうち、東海道、東山道、北陸道、南海道、山陽道、三陰道はいずれも機内五カ国、五期に接していた。唯一、 陸接していない西海道すなわち現在の九州地方には中央からの出先機関として多財府が置かれ大陸との外交や軍事を主任務とし筑前航空士を検体するとともに西海道に属する諸国の人、行政、司法の一部を創刊したその権限の大きさから円の朝廷、東の御門、西五門と呼ばれたなお多財府跡の発掘調査により 太宰府成長は、第1期、7世紀後半マイナス8世紀初頭、第2期、8世紀初頭マイナス10世紀中央、第3期、10世紀中央マイナス12世紀の3つの建て替え時期のあったことが判明し、そのうち、第2期と第3期では、長動員形式が採用されており、情報も整備されて、律令国家確立期にあたる8世紀初頭には、警官の上でも、 縁の朝廷と呼ぶにふさわしい状態となったことがわかる。鎌倉幕府成立により政治の実権が武家に移って以降も天皇を長とする朝廷は存在し続けた。今日において朝廷という言葉は幕府に対応する言葉としてよく使われるが、これは天皇、公家、公家政権と武家、武家政権を対立した存在として、 捉えるようになった江戸時代中期の影響が強い。鎌倉時代、鎌倉殿、室町時代、室町殿にあって、聖意大将軍、久保による政権は、幕府と呼称されておらず、武家政権イコール幕府という要礼が、一般的になったのは、江戸幕府後期に至ってからであった。そもそも、朝廷は、京都を指す固有名詞ではなく、江戸幕府を指して、朝廷と呼ぶ例さえ、 広く見られたのである。武家政権、幕府に対する公家政権、朝廷という要法は近世もしくは近代の所産と言える。1867年、慶応三年の大政奉還と王政復古によって政治権力を回復した朝廷は旧制を模した大乗官政を採用した。しかし、これは律令制を廃して成立した全く異質なもので、 旧来の朝廷機構は事実上廃止され、新政府によって近代国家の定裁が整えられ、1885年、明治18年に大乗管制を廃止して内閣制度が発足したことにより、政治機構としての朝廷は、明日ともに消滅した。皇室式日論ともいう皇術書 P245、式びとは経済的に衰退した状態を指すが、 戦国時代の朝廷が衰退していたという論調が、江戸時代に強まる、講述書 P244. その説話の一つとして、慶長軍記章には、金利子神殿の追辞が破壊のまま放置され、三条大橋の田元から、内侍所のろうそくの光が見えたといったものがある。また、小奈良天皇が百人一首や、伊勢物語など色紙に新筆を染め、売り物に出したため、 ゴ奈ラインのものが今も世に多く残っているとした伝説が生じ、高野春秋にも、ゴ奈良帝の時代、大内困窮史と記される。こうした説話は二次大戦以前の漢学アカデミズムの著作の中でも史実として引用されており、例として渡辺義介や黒板勝美がいる、講述書 P245。しかし奥の高弘はこれらの式微論が、 後世の変産物を無批判的に牧手した盲説であると主張し、皇室経済、諸大名や土豪による献金などの状況を詳細に、論じ、戦国時代における皇室の研究国史学11号、式ビ論が近世紀の誇張に過ぎないと結論付けた、今谷明、戦国時代の貴族講談社学術文庫2002年、P245、 皇室財産も参照。近世紀では、徳川家康によって各地に散らばっていた朝廷の領地は整理され、山品一万国のみとなり、五大将軍、徳川綱吉の時代になり、三万国に加造されたが、正代名ほどである、水野家、江戸の第五回、彩り図社2016年、PP213 から214 21。国高も参照。 最終的な調査では4万国を超えている。近世期日本全体の国高が3000万国、将軍家直轄地が400万国、同所、家臣400万国と合わせ、800万国と比しても、小規模とわかる。ただし、大名から序人の返礼として献上された礼金や、新物が収入源となり、実質的な財政状態は10万国の大名に、匹敵した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。